センベイヌ・ウスマンは、セネガルの映画監督、作家、アフリカ映画の父とも呼ばれた。セネガルが、フランスの植民地だった1923年、ジガン・ショールに住むウォロー付属の家庭に生まれる。学校でフランス語とアラビア語を学ぶが、1936年には、奉公処分に遭う。19歳には、フランス軍に狙撃兵として招集され、第二次世界大戦を戦った。 1948年、25歳の時に、フランスへ渡り、マルセイユで働きながらフランス語を独学で身につけ、ロジェ・マルタン・デュー・ガールなどの小説を読む。1956年、自伝的要素の強い小説、黒人沖中氏を、自費出版で発表し、アフリカ人の公安労働者の過酷な生活を伝えた。この小説は、雑誌、プレザンスアフリケーヌで取り上げられ好評を呼ぶ。 しかし、センベーヌ自身の母親をはじめとして、セネガルではフランス語を読めない人々が多かった。このためセンベーヌは、交渉文芸の伝統を持つ社会では、書き言葉の文学に限界があると考えるようになる。そこで、モスクワのゴーリキースタジオで1年間映画技術を学び、小説の執筆とともに映画制作を始める。初の短編映画、ゴー・ムセルを制作後、 上映装置を持って各地で上映活動を行う。この映画はサハライナンのアフリカ人監督による映画としては初めて高い評価を受けた。またマンダビではセネガルの自国語であるゴロフ語を使い好評を呼んだ。反骨精神で知られ、それ以後もアフリカ社会の問題を題材とした小説や映画の発表を続けた。1984年のエミタ上映。 1989年のジェド上映の際に来日している。近代化と伝統文化の関係、抑圧に対する抵抗を主題とする。セネガルの息子では農村、神の森の木々では鉄道労働者とストライキ、原ではエリートの腐敗、ゲルバーではムスリムとキリスト教徒の対立と葛藤、キャンプデティアロイではフランス軍によるセネガル兵士虐殺事件、エミタイでは 植民地軍に抵抗するディオラ族、帝国の最後の男では支配者の没落が描かれている。女性による抵抗にも注目し、ターンでは一夫多妻の家庭から自立しようとする第一夫人とその息子と恋人が登場する。ムスリムや奴隷貿易による伝統社会の崩壊を取り上げた、チェドでは部族の王女を中心に抵抗の精神を描いている。 カーたちの村では、女性季節女に反対する女性を主人公とし、カンヌ国際映画祭をはじめ国際的に高く評価された。チェドは、現代の綴りのチェドに D が一つ多いというクレームをサンゴール大統領から受け、サンゴールの在任中はセネガルでの上映を禁止されていた。ありがとうございます。